ポーラとは、イタリア海軍の保有したザラ級重巡洋艦の一隻である。艦名は、当時イタリア領であった都市ポーラにちなむ。この艦は1930年代初期に、オデロテアニー・オーランド造船所にて建造され、1932年に収益した。この艦は、ザラ、フィューメ、ゴリツヤを含めたザラ級4隻の中の3番艦である。ポーラは、指揮艦として建造され、 提徳の爆量を収容するため、より大型の環境を備えた。他のザラ910巡と同様、この間は8問の 203mm 手法で武装し、最高速力は32ノットを発揮できた。ポーラは、当初、第2戦隊の機関に従事し、1940年7月のカラブリア沖海戦と11月のスパルティベント、三崎沖海戦で戦隊を率いて戦った。後の戦いでは、 短時間であるが、イギリス従順、ベリックと交戦している。その後、他の3隻のザラ級従順に加え、ポーラは第3戦隊に再編成された。本艦は1941年3月下旬、マ、ま、タパン・ミサキ沖海戦に参加した。戦闘中、この艦はイギリス軍の空襲により、戦闘不能となった。この後、3月29日深夜に行われた。 イギリス地中海艦隊との激しい野戦において、ポーラ、ザラ、フィューメ及び2隻の駆逐艦が多大な犠牲とともに沈んだ。ポーラの全長は182.8メートル、全幅20.62メートル、喫水は7.2メートルである。この艦は、満載時排水量13,531トンで、あるが、名目上は、 ワシントン海軍軍縮条約により導入された1万トンの規制に収まるものとされた。この艦の手記はパーソンズ蒸気タービン2機と重油燃焼式のヤールを艦8機で構成され、これらは艦中央部の2本の通風塔に収められた。この艦の手記は9万5千軸馬力と評価され、最高速度32ノットを生み出した。艦には841名の士官と兵員が登場した。 ポーラは船体の指揮官として働くよう設計されており、そこでこの艦の全部構造物は他のザラ級0順より大きく、また一番煙突と平滑に接続されている。この艦の中央部は厚さ 150mm の装甲体で防護された。装甲艦板は中央部分が厚さ 70mm、両端では減圧され 20mm となった。砲塔は 前面が厚さ 150mm の装甲を持ち、バーベット部分も 150mm 厚の装甲が設けられた。司令塔の壁の装甲は 150mm 厚である。ポーラは4機の砲塔に8門の 203mm 元2953後継手法を装備していた。砲塔は艦の前方と後方に2機ずつを背負い、式配置としている。 対空防御には16門の47口径 100mm 砲が連装形式で挙げられ、単装形式の 40mm 機銃が4門、また連装形式の 12.7mm 機銃が8丁、装備された。航空偵察のため、この艦は2機のロー43水蒸気を搭載している。格納庫は全看板の下部に設けられ、 固定式型パルトが艦首の中心線上に装備された。この艦の艦歴の中で、ポーラの副兵装は幾度か回収を受けている。100mm 砲2機、また 40mm 機銃と 12.7mm 機銃すべてが1930年代後半に撤去され、8丁の54口径 37mm 機銃8丁の 13.2mm 機銃がこれらの 場所に装備された。2機の15口径1 2 0ト、mm、ル照明弾。発射機が1940年に追加装備された。右から3番目がポーラ。並ぶのはザラとフィウメ。1938年、ナポリにて撮影第一次大戦後にイタリアが接収したクロアチアの都市であるプーラにちなんでポーラは命名された。1931年3月17日。 トスカーナ州リボルノのオデロテアニー、オーランド像船所に適行、浸水は同年12月5日である。偽装工事は急速に進められ、ほぼ1年後の1932年12月21日に、この新しい従順洋艦は収益した。ポーラはナポリ湾で海軍の観艦,艦式に参加し、1933年7月6日から7日にかけ、この艦は、 イタリアのファシスト党の独裁者であるベニート、ムッソリーニを接待した。1934年7月29日、この艦は同盟の都市プーラの式典において選を公式に与えられた。1936年9月3日、スペインの海域へ行くためがエータを去った。この後、艦はスペイン内戦の間、不干渉の巡回を始めた。9月10日から10月3日にかけ、この艦は 当地でのイタリアの権益保護のためパルマデマヨルカに配備された。10月4日、ポーラはガエータに帰還した。1937年3月10日から12日、ムッソリーニとルイージアメデオを上艦させ、ポーラはイタリア領リビアへと短期間の航海に赴いた。6月7日、ナポリ湾にて、この艦はドイツの陸軍元水、ベルナーホン・ブロンベルクの訪問により模様された。 海軍の観艦,艦式に参加した。1938年5月5日、ドイツの独裁者、アドルフ・ヒトラーがイタリアに公式訪問した際、再度の観艦,艦式が開かれた。1939年3月7日、ポーラと姉妹艦は、スペイン共和国の軍艦からなる船隊の迎撃のため、タラントから出撃した。3隻の巡洋艦と8隻の駆逐艦が国会に到達しようと意図しており、 イタリア側の官邸は放火を開かず、単にスペイン側官邸の全身妨害を試みるよう命令されており、またこれらスペイン官邸にシチリア島アウグスタのドックに入るよう強制した。スペイン側指揮官はこれを拒絶、代わりにフランス領チュニジアのビゼルトに停泊し、ここでスペイン官邸は抑留された。この翌月の4月7日から9日、ポーラはアルバニアを占領している。 イタリア軍に砲撃支援を実施した。1940年6月10日、イタリアは第二次世界大戦に参戦し、ポーラには第2戦隊指揮官であるリッカルド・パラディーニ提督の機関が割り当てられた。また、この戦隊には第2分艦隊のトレント級巡洋艦3隻、第7分艦隊の軽巡洋艦3隻、また17隻の駆逐艦が含まれていた。 ポーラの対戦最初の作戦は、6月10日から11日の夜間に一軍の機雷不施艦を支援するものだった。艦はメッシーナで給油し、第二戦隊の他の艦と第一戦隊と共に、6月12日に出発した。艦はリビアに設けられたイタリア人地へのイギリスの攻撃に応じて出撃した。7月6日、ポーラと他の第二戦隊は、北アフリカ行きの戦団を護衛した。 翌日、イタリア側の偵察により、イギリス軍の巡洋艦船隊がマルタに到着したことが報告された。そこで、イタリア海軍最高司令部は、第一戦隊の数隻の巡洋艦特畜艦に対し、戦団護衛に参加するよう命令した。戦艦コンテディ・カブールとジュリオ・チェザーレが、遠距離からの支援を行った。2日後、イタリア戦艦はカラブリア沖で行われた。 非決定的な回線において、イギリス地中海艦隊と短時間交戦した。作戦中、ポーラは、イギリス巡洋艦と交戦したが、いずれの側も、一撃の命中も得なかった。7月30日から8月1日まで、ポーラ、トレントとコリツヤはリビアまで、輸送船団を護衛した。8月16日、ポーラは、ナポリを離れて、実弾射撃訓練を指揮し、 この月の終わりにこの艦はナポリからタラントに移動することとなった。9月下旬、ポーラを含むイタリア艦隊はアレキサンドリアからマルタまでイギリス護衛戦団の総統作戦を行ったもののイギリス側艦艇,艇と接触できなかった。11月1日、ムッソリーニはタラントの艦隊を訪問した。11月11日から12日の夜間、イギリス艦隊がタラントに対する艦載機での 夜間攻撃を開始した時、ポーラはタラントの港に停泊していたが、この艦は九州でも攻撃を受けなかった。彼女と他の艦隊は翌朝ナポリに出発した。11月下旬、イギリス輸送船団を迎撃するサイドの試みは、スパルティベント、岬沖海戦を起こす結果となった。イタリア艦隊は11月26日に出航イギリス艦隊へ向かう途上、ポーラと、 戦艦ビトリオベネトは空母アークロイヤルからのソードフィッシュ来撃機で攻撃された。しかし両艦とも魚雷を回避し、この後約1時間にわたって両軍の艦隊が交戦し続けた。いくつかの資料ではイギリス従順 HMS ベリックの主砲等1機を使用不能にした 203mm 砲弾2発の命中はポーラによって射撃されたものである。他の資料では実際には ポーラの姉妹艦である、従順洋艦フィューメの手法でベリックが損傷したと述べている。貧弱な航空偵察の結果、カンピオーに司令官はより優位な兵力と対峙していると誤って考えていたため、作戦行動は打ち切られた。12月9日、イタリア艦隊は再編成され、ポーラは第1戦隊の第3分艦隊にて3隻の姉妹艦に加わった。当時この戦隊は、 アンチェロヤキーの提督によって指揮された。12月14日、ナポリエのイギリス軍の空襲が、ポーラに損傷を与えた。爆弾2発が、艦に命中、両弾とも艦の中央部左縁側に当たっていた。命中は、艦のボイラー3機に損害を与え、重度の浸水と左縁側への強い傾斜を引き起こした。ポーラは12月16日に修理作業のため、艦ド入りし、 1941年2月7日に完了した。2月13日、カンはタラントに戻り、3月11日から17日、タラントを離れた広範囲にわたる軌道のために、ザラおよびフィーメと合流した。これに続いて、夜間訓練活動が3月23日から24日に行われた。またパンミサキ置き戦。 編集またパンミサキ沖海戦中のイタリア艦隊とイギリス艦隊の航路図3月下旬。再びイタリア艦隊は東地中海のクレタ島南部においてイギリス輸送艦隊の迎撃を試みた。この作戦は3月27日から29日に行われたまたパンミサキ沖海戦を生じた。昼間の交戦の大部分においてポーラと他の 第3分艦隊はイタリア艦隊から離れた側に配置されており、この段階での作戦参加は生じなかった。戦艦ビトリオ・ベネトは空母フォーミダブルからの雷撃機によって雷撃され、撤退を余儀なくされた。また、第3分艦隊はさらにもう一度起こり得るイギリス軍の攻撃を防御するため、イタリア艦隊の左舷側に残された。 その日遅くに行われたイギリス軍航空機の第二次空襲は、交代するビットリオベネトの補足に失敗し、代わりに、ポーラの右縁側中央部へ一発の魚雷を投下、命中させた。攻撃の混乱で、ポーラはフィューメとほぼ衝突しかけており、停止を余儀なくされ、回避行動を取ることを妨げられていた。この損害で3カ所の区画が完全に浸水し、ボイラーの内動きが使用不能となり、 タービンへと供給する、主な蒸気流通路も使えず、この艦は動けないままとなった。イアキーノは3月28日の20時10分まで、ポーラの救助を知らなかった。状況が判明し、彼はポーラを保護するため、フィーメ、ザラおよび、駆逐艦4隻を分離した。同時刻、イギリス系巡洋艦 HMS オライオンは、関西レーダーでポーラを発見し、この艦の位置を報告した。 戦艦バリアント、戦艦ボースパイと戦艦バーラムを中核とするイギリス艦隊は、この地点からわずか50回りほど離れていた。イギリス艦艇はレーダーにより誘導され、イタリア側に接近した。22時10分、ポーラは戦艦バリアントから約6回り離れていた。行動不能なイタリア巡洋艦の見張りは接近する。艦型を判別し、友軍の艦艇であると仮定し、 そこで彼らは案内のために赤い照明弾を発射した。ほぼ20分後、イギリス側は最初にザラを次にフィウメを関西サーチライトで照らし出した。イギリス戦艦は直射でフィウメ、ザラと二隻の駆逐艦を無力化した。ポーラは作戦中、まず最初に単独離脱した。艦長は彼の艦は次の標的になるだろうと仮定し、上院に非常弁を開け、艦から退去するよう命令した。 深夜およそ10分過ぎに暗闇の中で駆逐艦ハボックは未だ動力の復旧されないポーラを発見した。イギリス駆逐艦船隊は現場に急行した。まず最初に放棄されてまだ浮いたままのザラを発見した。駆逐艦 HMS ジャービスはこの艦を来撃、沈没させた。生存者を拾い上げた後、駆逐部隊はハボックと合流した。強襲隊はポーラを奪う準備を終えていたが、 この従順の大部分の乗員が海面へ飛び込んだことが判明した。残りの乗員は降伏の準備ができており、全甲板上に秩序なく集まっていた。ジャービスは、ポーラから、生き残りの二22人と、菓子官兵236人を異常させた。この後、ジャービスが艦を、サーチライトで照射する一方、駆逐艦、HMS ヌビアンがポーラを雷撃した。ポーラの卵は爆発し、 艦は3月29日4時3分に沈んだ。合計328人の乗員が艦と共に押した。1946年10月18日、ポーラは海軍の記録簿から正式に抹消された。ありがとうございます。